こちらは静岡市葵区の長谷通り商店街です。その奥には静岡浅間神社が見えますね。その長谷通り商店街は浅間神社のすぐ近くにありまして、100年以上の歴史がある商店街です。しかし50年前は120軒もあった商店が今では20軒、なんと100軒も減ってしまいました。商店街の火を絶やさないために高校生たちが10代の視点で PR を始めました。静岡市葵区の長谷通り商店街に来ています。車の通りは多いんですが、人通りは少なく少し寂しい感じがします。およそ70年前からこの長谷通り商店街に店を構えるこちらの陶器店も、商店街の衰退を目の当たりにしてきました。僕が小学校の頃はそれでもまだ80軒くらいはあったと思うんですよね。映画館もありましたし、お肉屋さん、魚屋さん、八百屋さん、何でもあったから、すごく活気のある商店街だったですね。空き店舗も目立ち、長谷通り商店街は50年前に比べると商店がおよそ100軒減りました。なくなっちゃうのかなと思うとちょっとゾッとしますね。周りのお年寄りも困るだろうし、正直なこと言っちゃうと自分もまだあと10年15年は仕事をしなきゃいけないんで。商店街はなぜ必要なのか。商店街を研究している県立大学の大久保茜教授は、商店街はいわば地域の顔、なくなると住民やそこを訪れる人のコミュニケーションが失われる恐れがあると指摘します。いい感じ。地域の商店街の危機的な状況を救う一手となるのか。この春から静岡市立高校の1年生は、地域の商店街の魅力を10代の視点で伝えるお店の魅力発信プロジェクトを始めました。過去最高に卵が売れた時って何パックぐらい売れたんですか？1日ですか？1日です。何千でしょうね。生徒たちは店主に取材し、写真や動画などを撮り、それぞれの店のポスターやチラシ、紹介動画を作ります。聞いてみると、意外と遠いところから引き寄せていたりして、とても、そうなんだっていう新しい発見になりました。失礼します。別のグループは整骨院を訪れました。結構来てる。結構気持ちいいです。でもどうですか？気持ちいい。魅力を伝えるために生徒が施術を受け、その様子を取材します。私たちが作成する動画で静岡市の人とか周りの人に知っていただけたらいいなと。商店街の研究をする静岡県立大学の大久保教授は、今回の静岡市立高校のプロジェクトについて、とても大切な取り組みだと評価をしています。まず若い世代が商店街を訪れる、そして定期的に訪れる習慣になり、やがて高校生たちが大人になった時に自分の子供を連れてくるというような循環が生まれるということです。高校生たちが作った動画やチラシなどは、今月15日に校内で発表会を行った後、取材先の店舗などで掲示されるということです。